おはよう、ルカ。今日は早いのね。学校はお休みなんでしょ？うん。ほら、ルカ。きちんと母さんに挨拶せんか。おはようございます。もうお父さんたら、朝から怒らないでくださいな。ほら、ルカ。朝ごはん食べなさい。あなたの好きなチーズスープよ。うん、いただきます。毎日毎日戦争の話題ばかりだな。本当に嫌になりますね。西や北の戦場はひどいありさまだそうだ。そのうち徴兵なんてことにならなければよいけれど、ルカがもし徴兵でもされたら。まあそうなるまでこの王都の戦況が不利になることはないだろう。だからルカ、お前は安心して勉強に励むんだ。私を超える将官になってくれ。母さん、コーヒーを。王と異能者捕獲適用法可決か。異能者って人間離れした力を持った人たちでしょ？怖いわ。ああ、世界から神の加護が消え、もうどれだけの月日が経つのだろうな。教会は神の加護を受け取れず、世界は荒れ果てていく一方だ。神は去り、地上には異様な力を持つわけのわからんものが生まれ。まあ、恐ろしいわね。ルカ？うん。異能者か。あんなの、夢の中の話さ。そうさ、所詮夢の話。ルカ？お友達が誘いに来てるわよ。はい。ハンカチと、ほら、髪も整えて。いいよ、自分でできるって。遊ぶのもいいが、勉強は怠るなよ。今のままでは、到底私の後を継がせられ。もうお父さんたら。あ、ん？はあ、そうだな。ほら、ルカ、楽しんでらっしゃい。うん、ありがとう。それじゃあ行ってきます。ガリベン、フットボールの試合をやるんだ。僕が言っても力になれないよ。運動が全然ダメだって知ってるだろ。いいんだよ、お前が役に立つなんて誰も思っちゃいないんだからさ。そうそう、お前はぼーっと突っ立ってりゃ上出来なんだよ。じゃあほんじゃ行くぞ。わかったよ。追いつけない。はあ、あの夢の中みたいに身軽で強かったらいいのに。夢の中の僕。
アスラ見て、ここからだと地上がよく見える。緑が多いわね。地上はもともと天井の一部。俺は地上は天上界を乱そうとしたならず者の牢獄よ。天の神たる力を奪われ落ちた、それが人間だが、そのならず者こそ天上の調和に不可欠だったのだ。今や人間の祈りなしでは維持すらできん。しかしそれでもまだ足りんのだ。なおも地上の人間の魂を借り、この天上に還元させて、かろうじて維持しているという有様だ。地上に落ちた者が天上に戻れば、きっと私たち天上の者に牙を剥く。俺が終わらせよう。ラティオの奴らを腕ずくで分からせてくれようぞ。私は怖いわ。ならず者がまたこの天井に戻ってくるなんて。世界があるべき姿に戻るだけだ。そうすればもっとマシな世になる。だから恐れるな。お前を守っているのは誰だ。このアスラであるぞ。アスラ。何も恐れることなどなかろう。俺についてくればいい。信じろ。信じるんだ。負けたルカ、ルカよ、お前何立ったまま寝てんだよ。お前のせいで負けたじゃねえか。そんな突っ立ってればいいって言ってたじゃないか。ああ、似てろなんて言ってねえだろ。くんにゃる、罰ゲームだ。全速力でホットドッグ買ってこい。逃げるなよ。ズルして帰らないように家の前で見張っておくからな。さっさと走れ。話せ、話し終われ。異能者捕獲適用法によりお前を連行する。この悪魔め、悪魔だとは、くそ、言ってくれるじゃねえか。この、話せ。やつだな。しかし、コーダはコーダという。それよりお前ひどいやつ、どうとしまいつけるんだ。しかしお腹すいた。え、お腹すいた、そう言ったぞ。しかしコーダも同じ気持ちだ。
お前何か出すんだな。ホットドッグならあるよ。食べ。ほんと？ちょうだい。コーダも食うのだ。しかしエディとニーノ怒るだろうな。生き返った。あ、普通お礼言う場面じゃないの？そんなことより、僕お使いを頼まれてたんだけど。細かいこと一個なし。そして私も一問なのよね。つまり返したくても返せないと。はあ、もういいよ。買い直す。もう冗談よ冗談。無一文ってのは冗談じゃないんだけど。私はイリア。イリアアニーミよ。食べ物をありがとう。そしてこいつはミュース族のコーダ。無理やりついてきたのよね。僕は。やば。どうしたの？今、ちょっと用事思い出してね、お買い物頼まれてたんだ。無一文って言ってたけど。あんた細かすぎ。追われてるの？あ、待ってよ。行き止まりじゃない！そっち行っちゃダメだって。そういうのは早めに言ってほしかったんだけど。あ、来た。後ろだ。しかしサニア村の転生者だな。とうとう見つけたぞ。マティウス様が貴様をご所望だ。ついてきてもらうぞ。そんなのお断り。誰が村を襲った連中に喜んでついてくっての？我らがアルカの目指す世界を作るためにお前が必要なのだ。さあ、共に楽園を目指そうではないか。お断りだってば。しつこいのって苦手なのよね。ならば連れて行くまでだ。ま、話してよ。そうだ、話してやれ。いえ、言うんだ。彼女から離れろって。彼女、離せ。ああ、空耳だよな、さっきの。いや、その…ちょっと、その子は関係ないじゃない。ルカだっけ？あんた、とっととどっかに行っちゃいなさいよ。もう一度言うよ。うるせえ。逃げて。こいつら私の村を襲ったの。夢の中の僕、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 夢の中の僕は、僕ならやれるんだ。何？やつは？あんたやるじゃん！
ん、あいつらと互角に戦うなんてさ、見た目って当てにならないのね。いや、多分運が良かったんだ。僕喧嘩なんて全然だし。でもさっきの力ってさ、まさしく転生者の力だな。これは思わぬ拾い。誰？そいつがマティウスよ。ほんとしつこいやつ。こんなところまで追ってきて、私は何も知らないんだって。いや、お前は思い出すさ。センサスの中枢にいたお前なら。センサス？センサスって、ラディオってところと戦争し、あ？ほうほう。貴様も記憶を取り戻しつつある。来るのか？さっきの僕の力を見ただろ？手出しするなら、命の保証とか。ん？あ、アスラ？アスラだと？いい、これはいい。このへっぴり腰のもやし小僧が、あの魔人アス。やったなルカ、受けてるぞ。しかし、何がおかしいんだよそれ。いやいや、やめておこう。人目につくとまずいのではないか。あ、ほら、そこに目撃者がいる。通報を恐れるのならば、死体に変えるぐらいわけはないだろう。だが人目をはばかりたいのはこちらも同じでな。イナンナ、そしてアスラよ。また必ず相まみえようぞ。ルカ、お前大丈夫か？なんなんだよ、さっきのやつ。ちょっとついてきて。何がなんだかさっぱりだよ。それに君は一体。これは親がくれた護身用なの。ともかく全部話す。あんたは私と同じかもしれないし。お願いするよ。私には小さな頃から不思議な力があってね。そしてその力のせいかな、繰り返夢。僕と私の故郷東部のサニア村には他にもそういう子供が何人かいた。でも不思議な力を人前で使ったり、それらの話をするのはいけないと親に固く言い聞かされてきたの。そしてマティウスがアルカという教団組織を率いてやってきた。さっきのあいつだね。それでマティウスは私に創生力のありかを教えろと言ったの。でもあっちは、私が同じ夢を繰り返し見ていることと、力のこと、天術が使えることを知っていた。天術って、それがさっきの力のこと？昔、教会の人が使えたっていう。天術はこの地上ではない、天上に住む神々の持っていた力。そして、ここ地上では忌むべき存在とされる異能者の力よ。マティウスは、私を捕らえるために村を襲ったの。異能の力を狩るためではなく、自分たちに協力させるためにね。異能者捕獲適用法ってあるけど、あいつら、この法律。さあ、わかんない。とにかく私は親に逃がされて、ここにたどり着いたの。マティウスは、その、創生力。そうみたい。それが何なのか。さっぱりは前世でどうにか関わってたのかな。前世？え？前世？夢の内容のこと。マティウスが言ってたもん。その夢は前世の記憶だって。つまりそのイナンナは
その創生力の近くにいたってこと。君がいなんな？そうだけど何？信じられないってのマティウスも。いや、だって、その、僕は夢の中では、アスラ天井の神々の世界の、センサスって国の将、それで、イナンナっていう綺麗な人と、僕はその、そうよね。夢、あんな人と恋人だったイナンナって、ともかく、まず創生力ってのが何か知っておく必要があるんじゃない？あいつらが村一つ襲ってまで手に入れたがっているそれって何？って感じよね。でも、さっき襲ってきたやつが言っていたよ。創生力があれば、楽園を想像できるって。私の村を犠牲にして楽園を作ろうっての？そうだよね。転生者の中には、無理やり協力させられている人もいる。いや、ねえ、こういうのどう？あんたと私で先に創生力を手に入れちゃうのよ。創生力って前世の記憶頼りなんでしょ？いろんな人を訪ね歩いて前世の話を聞いて回るの。うん。前世の記憶を持った人は他にもいるだろうからね。そして前世の力。つまり異能者捕獲適応法で捕まってしまう可能性。急がないとみんな捕まっちゃう。てか、私たちだって捕まっちゃうかもよ。エディ、ニーノ、僕の力を見られたんだっけ？そうだね。僕も力を貸すよ。急ごう、アニーミさん。オッケー。じゃ、旅立ちの準備をしましょう。これ、私の両親が持たせてくれた武器だけど。ありがとう。